ルールなんか円つくいいですか、転ばした方が勝ち。そうだね、足以外の場所がついたら。そうだね、足以外の場所がついたら、はい、しゃあ、はい、よしお願いしま す, よし、じゃあ行きます、はい、発見、おい乗った、ちょっと待って、ごめん、ちょっと弱くねえか、するする、やばい、滑っちゃいました滑っちゃいました滑っちゃいました、おい登った、うわっ、うわっ、うわっ、よっしゃー、よっしゃー、うわっ、いく、よっしゃー、負けだ、よっしゃー、よし、来い、はい、お願いします、はい、よーい、登った、うん、あーちょっと待ってしゃーは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 ー、大阪よ、完勝ですね、完勝、やっぱそこの体幹の強さっていうか、体の軸の強さがすごい大事だよね。はい。フィジカルを鍛えて。うん。はい。そうだよ。頑張りだと思います。体の当たりっていうのはね、本当大事なの。あ、当たった時の感覚。10年以上になりますよね、マサさん。10年、ねえ、そうですよね。超人かなと思いましたね。シンプルに。あの、相撲でもちょっと力が。すごかった、そんなに、うん、体が動かない感じが本当すごいなと思いました。勉強だよ。もっと体幹が強くなるとすごい変わると思うよ。はい、あのプランクとかあるちょっとリハビリでこういうのとか、あ、こういうの、あ、はい、はい、やっぱこういうのって結構体幹が、はい、体幹とあとバランス、そういうのやっていきます。今はさ、時間になって30秒とか3セットとか、はい、全然かんないな、はい、毎日できる、そうですね、こう言って、やります。